こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。実は先日チャンネル登録してくださった方が300人を超えました。ありがとうございます。それで何かまたお祝いをしようかなと思って考えたんですけど、今回はマック買ってきました。たくさん食べたいと思います。また最近あのマックの動画載せてらっしゃる方結構いらしたので、なんかサムライマック、ちょっと気になるバーガーがあったので食べてみようかな。すごいよ。まず新サムライマックの旨辛ダブル肉、旨辛ダブル 肉厚ビーフでしょ。スパイシーチキンバーガー、これ好きなんですね。でフィレオフィッシュとスパイシーチキンナゲット、黒胡椒ガーリック、なんか辛そうなのばっかり。でサラダと、これはポテトセットの分です。なんか今じゃがいも不足で S サイズしかないみたいですね。コーラ、私はコーラですね。いっぺんに食べきるわけないと思いますけど、まあ残ったら明日の朝食べるので。マック久しぶり、嬉しい。今日は雨も降っててちょっと外出る気ならなかったんですけど、で朝からなんか食べてないしあんまり。いただきます。まずじゃあこの話題のサムライマックとやら、いただきます。お肉美味しい。辛いのは苦手な方はご注意くださいって書いてあったのに、苦手じゃないけどそんなに強い方でもない。うん、おいしい。辛肉がすごい。ああ、うん、おいしい。すごいね。チーズも赤いの、からしが練り込んであるんです。このくらいの辛さだったら大丈夫かな。おいしい。なんか汗出てきた。前回200人超えましたの時は
クリスマスも過ぎて年末だったんですけど、ローストチキン食べてお祝いしてたの。あ、乾杯するの忘れた。いいか。で、それからまだ1ヶ月経ってないのに、今日さっき見たら今325人の方に登録していただいてます。1ヶ月ちょっとで、いやまだ1ヶ月経たないのに125人も登録してくださって本当ありがとうございます。ちょっとびっくりしてます。まあ、お正月の福袋はちょっともうだいぶ落ち着いてきたんですけど、あの定番のグレールさんとかまたもうちょっとしたら注文してみたいなと思ってます。辛い。サラダ。ドレッシングは焙煎ごまドレッシング。レタスと赤と黄色のパプリカと紫キャベツかな。ではこれスパイシーチキンナゲット黒胡椒ガーリック。これまたこれも辛そうね。ソースはニンニク醤油マヨネーズっていうのを選びました。もう一つなんかあったんだよな。チーズだったかな。今日もいつものモバイルオーダーで頼みました。でパーク&ゴーで駐車場で待ってました。もうねやっぱり3分かからないの、注文してから。すごい。が効いてる。こっちはそのすごく辛いわけじゃないけど、ガーリックと、胡椒効いて美味しいです。今日23日、来週健康診断があるんです。どうしよう。健康診断って職場の健康診断なんですけど、40歳超えるとだったかな、もうあの体重はおろか腹囲というのを測るんですね、下腹を。もう恐ろしい結果ですよと言いながら食べる。もういいや。こないだ健康管理に注意してとか言ってる人がいましたね、あの粉の買って。は無理だな。ここにチキンがあるので、よし、フィッシュ明日の朝食べようと思ってたけど今食べます。フィレオフィッシュ大好きです。よいしょ、いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。美味しかった。久しぶりだった。
最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。